まあ最悪。またたかれるか？もうたかれないか？お、たかれない、ない、たかれな、やったぜ。あ、やったね。2だって。落ちてるもんは意外に大したもんじゃない。ひゃっはー、ここ繋がってるだけか。正気耐性の高い装備で無理やり来れた感あるね。で、例のここの逆側に来れるかもっていうのはなしだね。高い高い。あれ終わっちゃったな。もうこれであとはあの2体同時をどうにかして倒すしかないか。でこいつ倒してみるか。チッス、なんか寄れてない。ビームが出た。あ、先輩巨人狩り、その服装ももらえたけど、あれ開いてない。ここはいいのか。ここじゃないな。あ、やっぱ開いてないわ。ジェスチャーが必要だ。なんかあんのかな。ジェスチャー。謎は解けない。16,000。結局8?7? 見つかんなかったよね。There are four more at Nicola of his twin lunar planned. Rania says all here at the hall. If you should learn, I'll trade your finding. We both as such. There are four more at Nicola. こいつら結局見つかってないんだよね。7、8、ね、1、2。たぶん炭鉱がね、これの3、4、5、6のところと、ね、これの5、6ぐらいのところが見つけれてないよね。これの1、2、3もないし、結構ダンジョン見逃してるってことなのかな。あとはこいつを解放するために城の地下かな。城の下水、ね、オートだからこれの地下が、さらに地下があるのかな。
でももうそれ終わってこっちのルートがわからない以上もうこれ倒しに行くしかないんだよね。ここも閉まってたしね。あとここが行けてないか。ここどうやって行くんだろうね。この辺からちょっと探しに行ってみてもいいかな。あと城の地下ぐらいだね。もしくはね、あのボス前、ボス2匹のボスを戦敗を使って、ね、ヘイトを分けて倒すか。ヘイトもらってるうちに1匹倒してを繰り返すだけだね。あれ？いなくなってる。ちょ待って。ちょ待てよ。いなくなっちゃった。コンポジ君の威力をちょっとでもとりあえず上げますか。やっぱ5と6も変えるようになりたいね。いなくなっちゃったな。いざ使う。ああ、こっち来てる。I see. Oh, is that so, Master? Here you have my little trident. I know it was given to me. 神を殺すの。女王マリカの恐ろしい呪い。一応トロフィーのボス倒したんだけど。増えてない。こっちの方がねやっぱ強靭とかも高いんだよね。買っとく。カブット。ちょっとずつだけどね、重い代わりに強いんだよね。ちょっとずつ。あと安いんだよね。まあ安いのはもう買っちゃった以上意味がないけど、まあ、お金も使えたんで。よし、それじゃあね、ちょっとこの上を行ける場所ないかね、探してみて、こっちかこっちかね。で、王の地下、それでも無理ならもうラストダンジョン行くしかなかろう。その前にね、一つ気になるのが、どっかの塔が閉まってたんだよね。開いたかな。どこだっけ。閉まってますって言われて、ここだっけ。
っぱここだったんだね。とりあえず死ぬのが怖くないんで。こいつらぶっ倒してみるか。なダメージくらあーうっ。こっちに来るのか、こっち先倒すか。落ちた。けどまあまあしてくれ、頼むから。バグスタート。怠慢ならこうなりますわな。ダメージがでかいだけだから。よし、くれる、その武器くれない。じゃあこれでゆっくり見れるようになっただけ。ここ降りたらもうここから先なしかな。あのアイテムがあっただけだよね。ただザコが2匹いるだけ。めちゃくちゃ死んでるよね。この先もないな。あれ、メッセージ、メッセージなかったっけ。復讐よ。やっぱ弱い時に来てボコられるためだけのそういった場所なのかな。そうね。何にもできることないな。うわあ。離れだよ、離れ。じゃあちょっとこっちやな。ここから登れる？こっち、ね、地図も見えてる。こっちの方がいいか。まあここ行ってみますか。湖のリエーニ、回収された塔。
まあ目的はここじゃないからね。ここに来たことでここ登れるかなっていう目的だから、いけそうだな。やっぱね、今作はジャンプがあるんでね。おい、行けるけど行きたいとことは別っぽいね。これ左に行けそうじゃない？ほら、よっ、入れんじゃん。おお、血まみれかと思ったら絨毯だった。血まみれかと思ったら絨毯だった件について、あ、メモリストーンだ。ごめん、俺ほぼ魔法使ってないんだわ。でもまあ美味しいね。で、行きたいとここの上だもんね。こっからこう見てるけど。ちょっと高すぎませんか。どうやってもこっからはいけなさそうだね。まあもしかすると下にダンジョンあって昇降機みたいなのがあるかもしれない。うん、落ちそうなんで飛び直そう。ここの黄金樹さんは一番初めに行ったところだ。ボコったわ。まあ、この辺にね、洞窟があって、ね、中から上に上がれるとかの可能性もあるんで、まあ行ってみましょうか。あ、俺が行きたいのはこの上のマップ。まあなし。行け、トレント。暗っ。ランタ、まあなさそうだね。風でもいいんだけどね、上に飛び上がる。ないわな。多分あったら気づいてるし。他にまあ一応一番ここの横を洞窟あるかもしれないからね、通っていって、お、橋がっていうか、もう、え、ここなの？上じゃなくてここなの？もう入ってるよね、マップ見た感じ。あ、そもそももう来てたんだ。じゃあここか、白金村。まあおそらくまず確実に、ここは適正レベル余裕で超えちゃってると思うんで。え、よ、4つ？斧4つもいらねえよ。え、1個あれば十分だよ。これはやっぱ4つあるわ。4つはいらないよ、さすがに。まあまあ新しい場所来れたね。
この村はもうおしまいじゃ。アルバスロ、あなただけでもどうか息を。死体がこの井戸に埋められているのか。わーいわーい。ということでね、白金村に到達しました。まあこことここここここそしてここぐらいかな。